ち。ちょっと場所悪いな、邪魔者か、今日は誰
タジオからの放送ということで、皆さん元気ですか？いや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 、ドド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 、なるほど、元気らしいですよ。新衣装って、そうなんですよ、コメント、ちょっと長部屋にしてはね、珍しい黄色で、はい、可愛いでしょ、春っぽく。そうなんですね、今回の春ツアーの新衣装ちょっとね早めに、はい、そうだね、お披露目初めて見るんじゃないかな、ほとんど。なんかスタジオで衣装着んのなんか新鮮だね。新鮮あれだよねしかも先週はあの、はい、久々にライブをやったから、そうだ、あ、そうだ、あのジャージ姿でギャップすごくない？ギャップだね、ギャップやばい、ギャップがね、ねえ、ミツバチみたいだって、ミツバチ、確かにブーン、ハチっぽい、ハチっぽいって嬉しい、かわいいじゃん、ハチかわいいじゃんさあ、私も髪の毛暗くしたね。暗くしました。さりげなくな。あ、私事でそんなのもありがとうございます。本当だ。暗くしたんですよ。なんか大人っぽいね。大人っぽいね。ね、はい、ぐんと。今年25になるんで、ちょっと大人目指そうかなと思って。いや、もう十分大人ですよ。なんならね、もういい、もうちょい行ってもいいから、ね、うん。どっちかって言って若返ったら、そうそう。結構若返ったつもりだったんだけどね。逆でした、逆効果でしたね。すごいよ。しかも、ロンちゃんももうすぐ誕生日って言ってた。そうなんですよ。誕生日仕様だよ、ここ今日。そうだね。すごくない？ねえ、びっくりした。もうすぐ誕生日って出てて。ね、気づいたらあと3時間後にやばい。24歳なんですよ。いやー、見納め。見納め。ありがとう、23歳。いや早くない？ありがとう、本当にありがとう、もうちょっとあるからね、もうちょっとあるからね、おめでとう、結構ね、誕生日にはシビアですからね一番シビアだからそう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 でも今日あれでしょ、ホワイトデーだよ、そうだ、そうだね、なんかそう、スペシャルゲストは、そう、なんかね、新しいの出てる、今日限定のスペシャルギフトがあるらしくて、かわいい、水色のクマさんとか、クッキーとか、あとはそんな今、ね、明石のポチさんが投げてくれたクッキーとか、その水色系のやつが、あとね、ガラスの靴みたいなのもある、そう、シンデレラじゃん、そう、そう、シンデレラらしいよ、みんなよかったら、あ、ね、台湾から見てます、ありがとう、そうだよ、まずそれ言わないと、そうだそうだ、この間のね、はい、あのチャーベラチンクエティの春ツアーの昨日じゃない、昨日、おととい、おととい、おととい、昨日帰ってきましたけど、そうだそうだ、おととい春ツアーの初日引退は無事終了しました、ありがとうございました。その時にね、あのよかったら皆さんね、ぜあの全国から見れるショールーム見てね、全世界から、全世界から、全国じゃ、全世界から見れるショールーム見てねっていうところを見てくれたのかな、嬉しい、じゃあライブ来てくれたのかな、ありがとう、ね、ありがとう、嬉しいね、ありがとうございます、ありがとうございます、そう、無事にね、はい、あのまあ台湾に行ってきたということで、はい、まあ、みんなそれぞれもちろん写真撮りましたよね、撮りました、もちろんもちろん、台湾仕様ですよ、今日は、うん、今回はあの皆さん番組の最後に1位になった方と2位の方、はい、2位から13位までの方、13位までの方抽選で、うん、計2名の方にあの私たちの写真付き、あのサイン付きのね、はい、あの写真をあのお送りしますので、皆さんよかったらぜひね、最後まで見ていただきたいと思います、はいはい、お願いします。じゃあメンバーが撮った写真を、はい、見せますか、見せましょう、誰からいきますか、今回はちょっとテーマをね決めて私撮ったので、あら、じゃあ私からいっていいですか、今回ロンちゃんをロミンさんを撮って、ほう、私が、そう、すごく素敵な照明があったので、もうすごく素敵な照明とすごく素敵なリーダーがリーダーがいたら、もう最高の絵になるだろうなと思って、こんな写真を1枚、はい、見せてください、私も期待してるよって、それでは出ますかね、写真どうぞ、これです、おお、ちょっとおしゃれ、おしゃれでしょ、うん、もうテーマはおしゃれですもうまさしく、あ、すごい、ね、これね、ショールーム用だったんですね、そう、これはショールーム用で、あの普通にロンちゃんを急に撮り始めたから、ロンちゃんなんだなんだみたいな感じでしたけどそうそうそう、かわいい写真を、爪を見てるのこれ、そうそうです、そうです、なんか爪を見てるんです、なんとなくね、いや、いいですね、なんか、かわいいでしょ、スタジオだとさ、こういう写真と、うん、このワイプね、すごいね、いいですね、これもうね、ワイプが嬉しい、ワイプって嬉しいそうそう、後ほどね、これを当たった方には紙でプリントしてサインを入れてプレゼントするので、はい、うん、こんな感じでどんどんドラマのワンシーンみたい、ありがとうございます、被写体がいいですから、ね、やっぱりそんな、いい感じ、そんな感じの私の写真でした、はい、じゃあ私いいですか、はい、行きましょう、あの台湾でスキンフードカフェ、うん、あ、行きましたね、っていう場所に行ったんですけど、その時にハシモンがあのお店にあった雑誌を取って
ラパラってめくってる姿がもうまるでアパレルの店員さんバイヤーキャリアウーマンバイヤーじゃないキャリアウーマンがいいキャリアウーマンバイヤーキャリアウーマン35億35億っぽいですよね。プルゾンさんも寄せてるよ。寄せてるよ。プルゾンアイナ寄せてるよ。寄せてるよ。プルゾンアイナ髪色もねちょっと寄せてるよ。ウィズビーウィズビーないよ。ウィズビー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 なんでそんなハジモンのちょっとオフショットを見せたいと思います。どうぞ。バイヤーウーマンってほら、このね、さりげないこの、わかりますこう手にこう。なんか指さしてるのあれは何かな。リップだね。まあ、なんかすごかったよ。メロンちゃんこの色良くないって言った姿がもう本当にもうそういう方にしか見えなくて。買い付けですよね。買い付けようとしてますよね。買い付けようとしてましたね。どんな色がいいかなって。まるで前日に単独ライブしてた人ではないですよね。いや、あのね、まだね、キャリアウーマンとかそういうアパレルなんだったらいいんですけど、主婦感すごいね。全然違うやんみたいな。違うやん。スーパーのチラシ見てる主婦。激安のね。そういうの多分探すのは得意ですよね。これは子供を保育園に送った後だね。ね、PTA みたいな。キャリアウーマンじゃないの？さっきまで言ってくれた。もういいね。はい。まあそんなハジモンを激写しました。ありがとうございます。じゃあ続いては。はい。じゃあ私が撮ったモロリンを。おお、ゴッちゃん。うん。出したいなと思います。何？どんなテーマは？なんかテーマはちょっとなんか子犬感。子犬感？ちょっと犬ってこと？子犬感。え、出せますこの人に。出せます。いや出せます。なんかこんなも大型犬みたいな人に。奇跡の27歳の奇跡の1枚をお見せしたいと思います。見たい。どうぞ。どうぞ。待って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 。フォトショップ、フォトショップ入ってる。これはさ、修正しないと出なかったの。絶対修正。いや、修正というか、あの、ま、若干暗かったから明るくしようかなと思ったら自動でいろいろかかっちゃったみたいな。あ、それは。でも、かわいくない？いや、かわいい。かわいいでしょ？確かにかわいい。で、台湾のポッキーを頬張って、ちょっとなんか。台湾のポッキーって、ポッキーはポッキーでしょ？まあそうなんだけど、そう、なんかね、ちょっと、子犬感みたいなのを出してもらおうかなと思って。なんか、すごいすぎだわ。すごい楽しみにしてたのに、なんかもうそれより加工の方が見に入いやでもモロリン自分で言ってるけど自分で撮る時もこれぐらい入れてるそうだよバンバン入れてるから、ね、そうそうそうあんま変わんないから、ね、変わってないやっぱしない方がいいね格好ガチュラな感じでやっと気づいた、ね、気づいた気づいた分かりましたじゃあラストはい私は後手を取ったんですけど、うんはい、テーマはカフェで彼氏を待つ彼女っていう、いいテーマテーマであら取ってきましたいい後藤さんそんな表情できるんだそうなんですよめちゃめちゃ可愛いですよどうぞ何どうなの、うんおーえ、でも、まあ、まだかなみたいな感じででもなんかちょっと透かしすぎじゃないちょっとね、あざといねちょっと私彼氏でこれで待ってたらなんか あいつなんか決め顔してんなみたいな思っちゃうかもしれない可愛くないじゃんちょっと不意打ちな感じで不意打ちじゃないですよ絶対狙ってくるバリバリもう知ってるちょっとわざとらしい自分でも思ったけどわざとらしいなしかもまた小物がねわざとらしいモロリンが持ってきた小物なんかちょっとよくわかんない用なし用なしなんて普通置いてないから用なしとスプーンってことそう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 用なし意味がわかんないからねおかしいよあー面白いそう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 いやこんな感じで、まあ、こんな感じで台湾でのオフショット写真が皆さん番組の最後に紙にプリントしてね、はい、1位の方と2位から13位の中から抽選で抽選で計2名の方に当たりますので皆さん最後まで番組お付き合いくださいよろしくお願いします まあそんな感じではいあまあついにねあのまあチャオベラチンクイティの春ツアーがいよいよ始まったんですけどもそうですねその春ツアーのねやる前に、まあ、ちょっと髪の毛をサラサラにしたいなということで、うんはい、私たち初めての台湾シャンプーをやってきました経験しました、ね、皆さん、ね、台湾シャンプーしたことありますかあるのインスタとかには載せたんだけどそう、うん、えすごい楽しかったよ、ね、いやすごい楽しかったなんかね女性の方だけなのかなこう泡とかでどうだろう髪の毛のアートがされててなんか台湾の方は本当に日本でいう銭湯に行く感覚で、うん、あの台湾シャンプーをしに行くらしいんですけどそうでもあれじゃないすごいさ新鮮だったのが日本だったら多分シャンプー台にすぐ連れて行かれて、うんうんうん、髪を濡らしてからこうシャンプー始まるけどそうだ、ね、椅子に座ってこの首周りにタオルしてすぐもうなんかこの場で髪も濡らさずに始まったんですよ、シャンプーが。いきなりね、すごかったね。いや、私的にね、モロリンのね、うん、あの、角のね、角の感じが、すごかったね。これ映りますかね、ちょっといいですか一瞬なんですけど。ピントが。ピントが合わないかわかるかなピントが。見えますかね合わないか
すごいなってでも伝わるちょっとモザイクみたいになっちゃった。いつもの感じ。あったあったあった、ついたついた、もう一回。このね、すごくないですか、これで、ね、こっから、こんな、そう、こっからね、みんなが、うん、リボンとかね、見て見て、見えますかね、動画じゃなかったら伝わるかな、写真、こんな頭とか、そうすごくな い, す ご, いすごいよね、そう、こういうのとか、あとなんだっけな、あとリボンとかもなってたね、あとリボン、なんか私頭にネジみたいなつけられた、ネジネジみたいじゃない確かに確かに、次はちょっとミニーちゃん、モロリンは見えるかな、バカめんか見えない、しかも顔はで見て見て、あとこれさっきモロリンがやってた角いや本当ね、結構ね、やばいよね、でも写真だと伝わらないかもしれないけど結構面白くて、面白いね、次から次へとね、めっちゃサラサラになったよね、そう、なったなった、いい匂いだし、すごいいい匂いだ、だからもう快適にライブできたよね、そうだね、皆さんもね、台湾行く機会があったらぜひ台湾キャンプね、やってみて、おすすめしたいなと思います。じゃあちょっとそんな台湾ツアー初日というか、はい、まあ、あの本当は私たち生バンドでやるんですけども、はい、まあ、番外編という感じで、あの全シングルを全部フルサイズでお届け、そうだから計24曲そうお届けしたんですけど、はい、まあ、その中から何曲か、うん、あの皆さんと一緒に見たいなと思います、はい、じゃあどうしようかな、風の噂とか出ますか、ちょっと時間によってちょっとね、うん、まあまあまあ のんびりいきましょう、のんびりいこうでも全シングルすごくない、フルサイズで歌うって、ね、確かに、なんかしかも今回あのセットリストを頭から発売順にやったじゃん、うん、そう、それが結構11年やってる中で初めてだったから、ね、多分見てる人もなんかこう歴史が、そうそうそう、曲調の移り変わりというか、うん、ね、なんかやってる本人もなんか、あ、全然こっからこういう時あったなとか思い出して、ね、そう懐かしかった、懐かしかった、ね、ヤングデイズから始まるライブもあんまないもんね、ないないない、ジャケットがさ、あ、そのサイドにさ、あの貼り出されてて、そう、それもね、でも恥ずかしいよ、だって歌いながらさ10年前の画像がここに出てるそう、みんな結構見比べてたよ、だって全然違うからさだって台湾の方が握手会来てくれて、そうそうそう、橋も分かったけどモロリン分かった、でも分かんないよだからすごく隣のファンの人にモロリンがどれか教えてもらいましたみたいな感じで言われてたよね、そんな分かんなかったでもその人モロリンファンだったよ、そう本当にでもモロリン人気だったよね、人気でした、そうモロリン台湾ですごい人気だった、嬉しいです、みんなレッドバンド青つけて、あ、ね、嬉しいです本当に、ね、タイで私人気あったんだ、ね、タイね人気あったんだ、今んとこ出てきたよね、ジャパンかな、ジャパンジャパンで行きたい、ジャパン担当かもしれない、いや、そこ日本って言ってじゃあ映像の準備ができたようなので、、はい、見ていただきたいと思います、はい、それではどうぞ、そうそうそう、金魚すくいと花火大会ね、久々に歌ってロビウキで、うん、うん、この後風の噂ですね、台湾シャンプーした後の髪をめっちゃいいよ、絡み出してこの曲でもいいよね、もうこの曲いい、かなり前だけど、後ろの文字が台湾っぽいね、ジャケンもちゃんと写ってる、写ってるね、あ、そう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 、懐かしいねこれ、懐かしい、本当に風の噂よかった、風の噂の衣装好きだった、懐かしい、あれさ透けてたよね、透け透けだったよ、これね何歳だろう、でもまだメジャーデビュー、ハッピーフィフティーン5だっけ、いや前ってことは14歳、ちょうど中学生、12とか14歳の時の曲か、にしては大人っぽいよね、確かに確かに大人っぽい、つんくさんのね、そう、あの時代で、ね、初めてのかっこいい曲じゃん、あ、そうかも、ね、そう子供じゃんって曲でもだよ、子供ながらにあなたの助手席は私って曲で大人っぽい歌詞ね、大人っぽいね、懐かしい、イベント行ったよとか、あ、嬉しい、ありがとうございます、さすがつんくさん、そしてこの後があれですよね、あのインディーズ時代ラストの、そうです、そうだね、リアルエアーバンドでやってた楽曲も歌ったので、ちょこっとそちらもね、
やでも懐かしい、ハッピーラブメ歌って思ったのが、うん、今結構イケイケな曲が多いじゃないですか。多いね。その当時ってイケイケな曲が少なかったから、うん、ライブの後半がハッピーラブメで終わることがあった。あった、すごいよね。あった、ほとんどそうだったかも。今思えばすごいなって思うよね。そうだね。それがでもかなり前、なんていうの、ライブの前半で歌えるようになるぐらい曲も増えたし、って思ったんですけど、そんな楽曲を見ていただきたいなと思います。どうぞ。懐かしいね、もうイントロが。ぜひミュージックビデオ見てほしい。見てほしい、ね、すごい全然違うから。そう、髪も長いし、トミーね、ボーカルやってる。そうそうそうこのセリフもすごい、 CD めっちゃ声高い。めっちゃ高い。どういうことなのって言ってる。本当に別人だよって知ってる。いい意味でですか。いい意味で、もちろんリーダー、いい意味ですよ、もちろん。このジャケでやったさ、カラーメイクも結構さみんなこだわってて、みんなジャケ写見てほしくて、なんかね、赤系の色だと目が膨張して見えるから嫌だとか、紫もそう、一回ピンクピンク塗ったらもう目が腫れ物とかなって急いでスタッフで落としてって言われて、私もやり直して、アイドはやり直し、アイドは紫だったから殴られたみたいな感じで言われて、本当に落としたんだよ、読み直して。すごい時間かかったんだから、殴られたみたいな言われたのよ。懐かしい、本当に。これがちょうどだからロビンとハシボンが15歳。そう、でもだから9年ぐらい前と。そうですね、そんな前なんだね。そうなのよ、懐かしいね。星からちゃおからいいね、うん、ありがとう。リリーブ行ったな、だって、うん、若いね、青春だね、だって、ね。そしてこの後がラブメッセージですね。もしで、このハッピーフィフティーンがゴスロリチックの格好をしてるんですけども、 その後にアマロリ、アマロリ、ロリータファッション、白とピンクで、そうそうそう、ロリータファッションで、うん、これも実際に楽器を持って、そうです、エアバンドで、ベース、ベース、キーボード、ギター、ボーカルでね。この時も髪型とか違うもんね。全然違うよ。でもみんなすっごい巻き巻きだよね。そう、巻き巻き。後藤なんてね、ここにプードル置いてる、ね、あ、そうなの。そうそう。プーコだっけ？なんか名前つけてて。名前つけてて恥ずかしい。はい、まあ、そんな衣装着てないんですけど、はい、聞いていただきたいなと思います。どうぞ。実はリアルエアバンド、これ私たち意外と先駆けてた。なんかあれかな、やっぱ時代って早すぎても良くないよねっていう。そうだね。あと自己発信力、ね、あとちゃんと極めないとダメだよね。そうだね。中途半端だって2曲で終わっちゃったし、ね、全ての原因はうちらにあるよ。あの時はあの時で、私たちも本気でやってたけど、ちょっと早かったからね、切り替えが。マネキンチャレンジだってうちら結構先にやってたからでもね、もう後出しでってもかっこ悪いし、そうそう、早すぎたね。いつも時代が早すぎた逆にね、逆に迷惑になってないよ、娘。どうなんだろう、すごいね、逆に乗りすぎでもなんか昔の曲をさ、今歌うとまた違うよね、全然違う。こんな感じでね、はい、いやいいですね。こうやってメジャーデビュー前の曲も実際に今歌ってたりするからね、うん、ぜひぜひ、もし昔のファンの方とかね、はい、歌ってますから遊びに来てくださいね。もし見てる方がいたら見に来て、見に来て、待ってますよ。そう、でも本当にね、うん、初台湾での単独ライブだったんですけど、うん、結構ね、台湾のファンの方も来てくれてました。来てくれました。そう、だから自己紹介もね、だからやったんですよ、台湾語で、うん、ちょっとやっときます。やろう。私がね、我是岩田ロビンシャンズが岡田、私は岡田ロビン翔子ですなんですよ。お、
伝わるかな、もし見てる方がいたら、ね、ガンテンロービン、ガンテンガンテン岡田、ガンテンガンテンが岡田かな、ロービンシャンズシャンズシャンズ、でちょっとね顔がね口角下がり気味です、だからシャンズっていうのシャンズっていう前に出す感じだね、そうそうそう、でこっちが私がウォシハウタンシグエ、短いのハウタンシグエ、ハウタンハウタンハウゴタンとユキがシグエ、ハウタンシグエ、モロリンは私が、ボウシ、ズーえ一番下手だよね、言うとズーゾンシャンナイス、ズーゾンじゃないの、ズーゾン違うよ、ゾーゾンだよ、ゾーさんみたいだねって言ったじゃん、ちょっともう違う、もう忘れてるよ、早いよ、ズーゾンシャンナイス、いや、ゾーゾン、ゾーゾン、絶対ゾーゾン、合ってる、ちょ、見て調べてもう一回見直して、絶対ゾーゾン、ズーゾンじゃない、ズーゾンって言ってなかったもん、絶対ゾーゾンだよ、ゾーゾン調べて、もう適当なことそうやって電波で発信しないで、見てるよ、台湾から、見てる、1500円の方に嘘ついてる、どれが正解、ちょっと待って、もういいよ、なんでもう。もういいわ。ハシモンは？私はウォシチャウベンアイナンっていう。え？チャウベンアイナン、アイナン、アイナン、チャウベンアイナン。短いね。短いし、なんかチャオベラアイナって覚えたら覚えられるような単語なんですよ。わかりやすいね。結構みんなでも短いよね。そう。アイナン、アイナン、アイナン。シャンズ？シャンズ？ズーゾン。ズーゾンだった？ズーゾン。え？レイシェル自身で間違えた。ゾーゾンって言ってた。ゾーゾンって言ってたよ。ズーゾシャンナイスでございます、ここで喧嘩しててもしょうがないからね、シャンナイス、じゃあもうちょっとだけ映像ありますか、大丈夫ですか、はい、じゃあどうしようかな、あの後半の曲にしますか、うん、あ後半の曲盛り上がった感じの、うん、何がいいか、何でしたっけ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃなんじゃこりゃのちょっとね、あのなんじゃこりゃの部分を台湾語に変えたりしたので、そう見ていただきたいなと思います、どうぞ、これはね、ラッキー池田さん振り付けでね、わ改めて鏡の前とかでリハーサルすると面白い振りだなって、ね、本当になかなかやらない動きだよね、でもさ、この当時のなんじゃこりゃのさ、ジャケットの時さ、みんなめっちゃ大人っぽかった、いや、大人っぽい、そう、しかもね、足出しててそうね、めっちゃギリギリだった、そう、みんなね、ちょっとおけつ見えちゃうぐらいのそう、モリティ、モリティ、大体燃えてきたの、モリティおいでよ、ちょっとアップガのモリティがこのタイミングで何してんの、イエーイ、アップガードじゃん、モリティ、中にモリティ来た、なんかモリティ来た、おはようさすがのモリティでーす、鍛えてる、最近鍛えてる、最近鍛えてないんだよ、鍛えてないの、鍛えてないんだ、鍛えてないの、あ、ちょっと待って待って待って、ジャシーシャーマン、ジャシーシャーマン、いいじゃん、もういいよ頑張ってほしい、ありがとう、モリティありがとう、さすがの感情カッコカリも22時から見てください、はい、上がってます、このまま見ましょう、よ、天然上手クレコ混ぜてきました、ありがとう、今日も可愛いよ、ありがとう、ありがとう、これいつも変な関係で ね一切見合わないすごい睨まれてるまさかのモリティ来ましたね、皆さんこの後もまだまだショールーム楽しんで欲しいなと思いますけど、まあなんじゃこりゃがジャシシャマ、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 ジャシシャマみたいな感じでね、そうそう盛り上がったっていう感じですよね、そうですね、そうですね、はい、台湾語もやいられたし言えたし、そうそうそう、あ、じゃあ最後にもう一曲だけ、あの、うん、今回はあの全シングル24曲歌ったんですけども、うん、あのアンコールも含めて、はい、でその後にまあもう最後やっぱ盛り上がりたいよねということで、うんうん、急遽あの私たちの、まあ、シングル曲じゃないんですけど、あの桜色のロマンチックという曲を歌ったので、はい、そちらの方をもし見れたら見たいなと思いますけども、ね、盛り上がったよね、あの曲でもリリースしたのどれぐらい前、5年だよ、いやあれね結構前だよ、あの2年間リリースできなかった後だよね、みんな教えて覚えてる
ファンの人何年ぐらい経つんじゃない桜色のロマンチック。5年は経ちそう。5年経つかな。そう、ライブレコーディングシングルだ。そうそうそう。シングル生チョルライブレコーディングシングル。そう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 。定番。あの曲ほんと好き。5年ちょっと前か。あ、ライブ限定版の1作目。あれそうだっけ。花火じゃないっけ。ねえ、確かに花火希望らへんだったよね。そうだったと思う。まあちょっとそこらへんの情報はちゃんと把握しておきましょう。私たちがたくさん曲があるからね。そんな、はい、あの春ツアーの初日の一番最後に歌った曲、はい、聴いていただきたいと思います。どうぞ。そうだ、10周年記念本に全部載ってますね。あ、そうだね。皆さん今発売中の10周年記念本よろしくお願いします。お願いします。あれ見ればね、すべてわかりますよ。そうだよ。あ、3作目だって。誰か書いてた。うん。この歌詞いいよね。うん。台北台北台北よ。いい曲やな。ねありがとうございました。いやー、いいですね、やっぱり、うん、いい歌。ライブはいいですな。ライブはいいですよ、やっぱり。そう、まあでもね、春ツアーの初日が無事終わりましたけど、はい、まだまだ春ツアー続きますからね、はい、これからですよね、むしろ。そう、あのどこかしらにね、うん、あの来ていただかないと困ります。そうですよ、本当にそう。でもやっぱあれですよね、うん、ツアーと言ったら欠かせないものありますよね、はい、うん、ありますね、ありますね。やっぱ春ツアーって言ったらね、春ツアーって言ったらですね、うんうん、まあグッズですよね。いや、やっぱグッズがないとちょっとテンションがね、テンション上げるためにはやっぱないと、うん、そうなんですよ。ということでですね、うん、ここで今回の春ツアーのグッズを、お紹介したいと思います。おー、このショールームさんでね。そうなんです。まだ発表になってないですよね。初かな、ここで。そうですよね、今日は原品もありますから、ちゃんと、うん、原品、原品、現物。お、これはまずこちらはですね、はい、じゃじゃーん、グッズ春ツアー T シャツでーす。イエーイ。今回ね、ちょっとシワ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 なんだけど、売る気あるの？ちょっとシワ、アイロンして、アイロン。こちらですね、ちょっとあのグリーンのエメラルドグリーンな感じの、なんか映像で見ると結構あの濃く見えるんですけど、実際はあのチャーベラチンクイティの、まあ、よく使っている、そうですね、爽やかな、爽やかなあの水色みたいな。そうなんです、こちらのツアーティー、これね、かわいいでしょ。あのスニーカーで足跡みたいになってるのがチャオベラチンクエティっていう文字で、まあ、歩き出してる感じだね。歩き出してる感じですよね、こうスカートで、うん、そうそう、ちょっと爽やかに今回の衣装の黄色と同じ色で、はい、やってみます。これね、まあ、スカートの形してるんですけど、うん、男性でも結構爽やかに着れると思う。春だし、おしゃんおしゃんできてる。やった、嬉しい、ありがとうございます。おしゃれすぎて着れられてきて大丈夫だよね、これだったらさ。これ女の子だったらちょっとスカートを、うん、いいねにして、いいじゃん、実際にデニムとか履いてね。デニムでもいいし、スカート履いてコンバースとか、うん、ね、これ通りのね、これやってくれてもこれやってほしい、ね、確かに、うん、男性の方は何でもね、デニムでも男性も何でも大丈夫ですよ、うん、いいじゃん、これなんかベージュパンツとかでも合いそうだね。可愛い、いいね、血のパンとかね、血のパンとかね、血のパンいいじゃん。でもお高いんでしょ。でお高いんじゃないんですか。いやいやいや、そんなことないですよ。こちらですね、お値段なんと3000円でございます。あら、お安い。3000円ってことはそのままなんか券に変えられるってことですか。握手できますよ。お、握手3回もしくはチェキかな。チェキしますね。それ別に言わなくていい。リアルですけど。
まあこちらをね来てぜひとも参戦していただきたいなと思います。ぜひぜひこちらもね、いいね、チェックして。え、はい、もうこれだけですか？いやいや、まだまだこれしかないの、これしか着れないの、これだけだったら買わないよ、買わないよ。なんだそれ。なんとですね、次はですね、食べてね、モロリ。出す出す、チャッチャが早いよ、チャッチャが。出して喋って、つないで。今回何を作ったんですか？今回はですね、なんとですね、靴下を作りまして。靴下？あの、初ですよね、チャオベラになってから。初ですよ、靴下を作るのは。ちょっとさ、段取りがもう悪いよ。まあね、あの、できたばっかりなもんでね。いや、今回あれですよね、ちゃんと皆さん、ショールームさんにお礼を言わないといけないと思います。そうなんですよ。今回、あの、皆さんにアバター書いていただいてますけど、うん、このチビチ、うん、これショールームで生まれたんですよね。そうそうです。そこらへんちゃんと説明してください、皆さん。そうですね。見えてるから、隠してるけど見えてんの、なんか。ショールームから生まれました。はい、ショールームから生まれました、はい、このチビチをモチーフにした。チビチは何なんですか、そもそも。チビチ、あの CBC の私たちのキャラクターなんですけど、これ誰が描いたんですか？これ私、モロリンが描いたんですよ。そうだっけ？いや、あの、そうだっけ？嘘つきました。あのモロリンが色を塗りました。描いたのは、描いたのは、代表は、まあ、みんなで考えてこうっていうか描いてくれたんですけども、すごい、今これ全部偽装しようとして、まあまあ、売り上げ全部モロリンに行くパターンとかありますよね。山脇4人で山脇でしょ。まあまあ、あの、細かいことは気にせず、あの、そんな感じでチビチ靴の、あの、靴下が出来上がりました。じゃあ行きます、はい、見せますよ。そんなじらすほどじゃないんだけどね。せーの、だらー、すごくないこのカラフルですか？向き合ってるの。そう、これ、ね、履くとね、向き合うチューもできる、チューもできる、ほらチューもできる。待って待って、可愛いと同時に怖いってきた。あ、でも可愛いって言ってるよ。可愛いでしょ、色鮮やかで。私思ったんですけど、靴下って結構そのスニーカー履いちゃえば見えないじゃん、うん、見えない見えない。そう、見えない楽しおしゃれというか、うんうん、で、これやっぱ黒かったりするとテンション上がんないじゃないですか。上がんない上がんない。せっかくだからね。この色だったら、なんだったらちょっと穴ぼこ開いても気づかないような分かんない色じゃん。黒より。どういう色？その色は、その根拠よく分かんないけど、肌色があんま目立たない色じゃんっていう、こう穴ぼこ開いてこうなっちゃっても、あちびちの体かな、体かなみたいな感じで。確かに確かに、うん、え、今回あれなんですよね、サイズ1個なんですよね、うん、これで今回、え、2サイズ？あ、それでも、でも伸びるでしょ、すごい。すごい伸びるかな、フリー。大丈夫だよ。履ける履ける。ほら見て。履ける履ける。履ける履けるもん。チビやばいじゃん、かわいそう。ダメ。売る前にダメ、ね、そういうことした。でも。だからサイズ関係ないよって。誰でも履ける、誰でも履けるよっていうこと。でもこれも、だってね、オリジナルのデザインで、こんな色もたくさん使って、フリーサイズ。お高いんでしょ。これは絶対だけ、まあまあ、こんな色がいっぱい入ってる時点で色こんなに使っちゃったらね、いや、もう多分もう5000円ぐらい。いや、1万はするの。マジ履けない。そんな1万だと思う。いや、1号かな。1万5000円。なんと、ね、無理無理、今回無理、このチビチ靴下1000円です。安い。ありがとうございます。握手1枚それはいい。まあ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 、あの、1000円なんでね、めちゃめちゃお買い得ですよ、こちらの。いいですか。え、でもさ、1000円だったらさ、ほんと穴開いてもほんとすぐ買える。すぐ買える。だからまあ3つぐらいね。穴開く前提なの。いや、履いたら結構穴開くから。足の大きい方はね、ちょっと弱みやすい。まあ、うちらのライブやっぱりね、結構盛り上がるからさ、盛り上がった時にね。そうだよ。足が前に出ちゃったらね、雨の日もグッズ買えばもうこれで安心みたいな。わかりました、わかりました。もう十分伝わったと思います、結構。あとですね、まだあります。まだあるの？まだあります。T シャツに。次はですね、今回でもこれ初ですよね。出るんだよ。出るんだよ、私の段階で。次はですね、まあ靴下も初めてなんですけど、はい、また新たな商品を今回生み出しまして。え、使えるやつ、何使えるやつ。あの、毎日ね、使えるやつなんですよ、こちら。ちょっと使い、用途が違いますけど。何使いできるの？これよりも、こんな伸びるやつよりも、こんな伸びるやつよりも使えちゃうかもしれない。お願いします。こちらですね、なんと、じゃじゃん、メモッティー。メモッティー。メモッティー。あら、シンプル。いや、超シンプル。シンプルに見えるじゃないですか。でも、1枚開けると。チビチビ使うよね。ショールームさん、ありがとう。おかげですよ、本当に。しかもあれですよね、今回のポイントは、うん、あの、皆さんね、まあ、アイドルのグッズ、はい、会社で使うときにちょっとね、後ろめたさが出る方ももしかしたらいるかもしれない、はい、いるかもしれない。写真とかに、そんな時にこのメモっていうだったら会社のね、うん、デスクに置いても全然気づかない。そう、なんだったら中のこれ見えても、え、あ、岡田さんこういう可愛いの好きなんですね
みたいな感じで女子受けも抜群だと思います。女子との距離がぐっと縮まっちゃうかもしれないですね。思いつつもさりげなく裏にツイッターのバーコードがついていると。ちゃんとね、そこからね、はい、宣伝大事ですよね。これはもういつでも24時間いつでも使えますから、家でも会社でも、あ、会社で配れるって、うん、そう嬉しい。いや今回は実用性をね、そうですね、まあ、この靴下もしちょっと派手で履けないよって方は、ね、履ける履けるよ、もしいたら、うん、こっちおすすめします、うん、でこれもし友達に配ったら、うん、あのぜひね、あの後ろのツイッターバーコードからチャワベラフォローしてねっていう、うんうん、そんな気の利いた一言も添えてそう気の利いたもうそれこそメモにここに1枚目に書いてもらってね。あ、そうだね、ぜひ。いいじゃないですか。でもこれね、ちびちも中にいて後ろにバーコード結構だってあるよ。分厚いしね。厚いよ。ちびちもメモ帳って結構高いじゃない、うん、なんだかんだで。普通に買ったらね、皆さんいくらで買います、うん、普通だったら。まあでもいつもあ、うん、8000円いそれいいの使ってるね。1万円とかしますよね。結構和紙とか和紙かな。和紙ね、和紙使ってるもんね。和紙かな。なんとですね、このメモッティ、うん、2つで1000円でございます。あ、そうなんだ。2つで、ね、だから1個500円、安いじゃん。知らなかった、今ワンコイン、間違えた情報言ってると思った、ね、あ、ワンコインで買えちゃうんです。1個買いもできるの？それはセットで売ってる。1個買いもできる。あ、セットなるほど。じゃあもうそうですよ、いいね、いろんな方にこう広まったらいいなっていう思いで、ね、モロリンワンコインで買えるとか嘘ついてる、ね、うん、ワンコインだよ、それダメ。ワンコインを2枚用意していただければこちら購入できる。無理くり、まあ、確かに間違いじゃないか。そうワンコイン2枚でね、実用性たっぷりでございます。こんなもんですか？いや、まだあります。あ、最後、もう一個、まだもう一個あるの。ラストにあります。たっぷりだよ。見えるよ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 。大丈夫大丈夫、見えてない。こちらですね、今回最後ですか？はい、今回最後です。なんとパワーアップしました今回。何がいきます。何が何がもう言って何が先に言って。まあ皆さん絶対ライブで使うチャオベライト、チャオベライト、あ、はいはいはい、チャオベライトが今回パワーアップしまして、じゃじゃん、ハイパーチャオベライト。え、待って、質問です。はい、はい、何が変わったんですか？ね、でもちょっと色が色が違うかな。そう、色も違う。ここのね、あの持ち手の部分、はいはいはい、色も違う。前までは黒だったんだよね、ここが。でもここも黒だったの。それがあれですね、 T シャツと同じような。そう、同じ色セットでね、この感じですね。可愛い感じになりまして、なんと青じゃないですか。はいはい、赤じゃないですか。赤じゃないですか。黄色、うん、はいはい、ピンク、お、うん、そして、え、見える？これ見える？何？順番に見える？え、すごくない？メンバーデイ、黒のとこにかざした方が。あ、これ私のここ、あ、ここね、見えますかね、これ。見える見える。青、ピンク、黄色、怪しい。何やられてんの？怪しい。メンバー4人分がね、1本になりました今回。そう、箱押しの方、これ箱押しにも使えるし、箱押しの皆様、朗報でございます。それぞれソロ曲ができた時に、あ、モロリンなんてなったら、まあ青にして、はいはい、うん、コツ、あ、ロミナ、下手くそ下手くそだからもういいです。ロミナ、はい、コツだ、はじもな、はい、なります。なるほど、全員すごいね。皆さん、こんなね、あの新しいグッズもたくさん出る春ツアー、はい、まだまだ始まったばかりですので、うん、あのぜひね、ゲットしていただきたいなと思います、うん、でもさ、これはさすがにちょっと高いんじゃない？まあだってね、これはでもさすがにちょっと、まあ箱押し用、これはでもリアルリアルに、これはでもリアル箱押し用なんですけども、今回はなんとすごくお安くさせていただきました、お値段3500円です。わー、いやいや、安いし、見事にあの値段を当ててる方がいましたね。大体反応してますから、はい、ありがとうございます、お付き合い。まあこんな感じでね、はい、でも結構ボリューミーじゃない？いいじゃん、いいじゃん、これもいっぱい。たくさん使ってくださいね。いっぱい使えるのありますね。春ツアーのなんか紙ありますか？ちょっとお知らせしたいですね。こちらです、皆さん。ちょっと回ってもらっていいですか？はい。チャベラチンクイティ。お願いします。はい。モロリン。はい、チャオベラチンクエッティ、このツアーでもろもろ決まりますということで、はい、あの初日台湾を無事終わりまして、次は3月19日山崎ここ来てほしいね。そうですね、日本の初日3月19日、そして4月10日、神奈川、そして4月の8日、青山、4月9日青山ということで、こちら4月8日の方はザ・リクエッティということで、はい、あのリクエッティもやっちゃいます、はい、そして4月16日栃木、4月29日大阪、4月30日名古屋、そして5月の7日千葉、5月、はい、そして最終日5月28日は品川インターシティホールです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでですね、はい、
東京公演4月8日、うん、9日2日間あるんですけど、今回のこの8日の日、これ大事なお知らせですよ。こちらがザ・リクエッティ公演に変わるんですけど、これリクエッティっていうのはあれですよね、あの私たちが大阪、うん、東京でやらせていただいたイベントなんですけど、うん、あのもうどのジャンルアイドルに関わらず、いろんなもう R&B から、うん、もうロックから、うん、もう洋楽も何でもありっていう、うん、皆さんからリクエストいただいた元で、はい、セットリストを組むっていうイベントなんですけど、はいはいはい、それを、受け付ける時期が決まってまして、うん、なるほど、あのですね、いつですか、今月の21日の、はい、あ、じゃあ来週ですよね、そう、来週の火曜日20時から24時の4時間だけ限定、あ、限定4時間、限定でこのハッシュタグリクエッティでつぶやいてほしいんですけど、うん、あれ、まあ、これには訳がありまして、前はだってもっと広かったですね、そう、うん、そうなんだけども、これトレンドに入れたいと、お、ツイッターのね、リクエッティとは何ぞやって、勝負の4時間ってことですね、勝負の4時間、なるほど、だからまあ今のうちに、あ、こんな曲歌ってほしいなっていうのを考えてもらって、うん、それやっぱ考える時間大事だもんね。で、この4時間21日の、夜の8時から12時までの間にドド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 トレード入りしたい、したいね。そしたらね、もっともっとこのねリクエッティもこの春ツアーも全体的に盛り上がるんじゃないかなと、いうことなので、皆さん、皆さんもうスケジュール帳に書いといて、8時から24時まで勝負の4時間って、ね、まあ、私たちもまた改めてつぶやくの で、 そうです、ね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと私事なんですけど、はい、3月の16日にあの渋谷にあるツタヤオークレストというライブハウスで、うん、バースデーライブをやらせていただきます。おめでとう、ありがとうございます。あさってなんですよ、だ、ね、で生バンドでやるんですけども、うん、はい、そちらのチケットが今日の23時30分まで前売りで売っておりますので、よかったら、うん、ぜひぜひ誕生日のお祝いをするとかそういう気持ちじゃなく、もうただ単にライブを遊びに来るみたいな感じで、皆さんフラッと遊びに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。あれだもん、ロンちゃんだってすごい練習してたもん ね、そうじゃん、台湾でさ同じ部屋だったんだけど、あの曲歌っちゃうんだよね。そうだよ、もう言えないけどこれは行くしかないな、来てほしい、ね、うん、来てください、お待ちしてます。てということで、はい、じゃあ最初に見せた写真の、うんうん、発表というか1位の方と2位から13位の方で選びたいと思うんですけれども、はい、さあ今の1位は誰ですかね。もう一回ジャンプして、あ、斉藤さんですね。斉藤さん、おめでとうございます。斉藤さん、ちょっとね画面が出ないんですけど、あ、出ますか。誰が、ゴトゥーがいいのか、それともはい、ハシモンがいいのか、うんうん、もう映ってる人の名前でいいですね。ロビンがいいのか、うん、そしてラストモロリンがいいのか、うん、加工済みです。加工済みの加工バッチリのキメキメフェイス。さあ、最終さん選んでください。お願いします。どうでしょう。モロリンの加工強めのやつで、おめでとうございます。イエーイ、お強い、もらってくれてありがとう。こちらをね、サイン付きでお渡ししたいなと思います。はい、じゃあ2位から13位の方、ちょっとロビンちゃん引いた方がいいんじゃないですか。ね、23歳最後に、最後にじゃあ選びますよ。引いてじゃじゃーん、あ、2枚だ、こっちですよね。うん、うん、8位の方、8位の方はくーちゃん、くーちゃん、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあロビンの写真か、ゴトゥーの写真か、ハシモンの写真か、3択で選んでいただきたい。ハシモンでお願いします。ありがとう、ちょっと悩んでくれ。おめでとうございます。おめでとうございます。書きますね。はい、さあということで、皆さんなんかバタバタとお届けしましたけど、お知らせが多かったけども、そうだね、大丈夫ですかね、ちゃんと伝わりましたかね。で、また改めて私たちもツイッターに書いたりブログに書いたりするの で、ね、まあ、とにもかくにもとりあえず春ツアーに来てほしい、はい、っていうことです。そうです、ね、そして来週そのね、はい、あの勝負の4時間がある、はい、21日、まあ、だからもうショールーム、あ、そうだ、ショールーム中だショールーム中も多分いっぱい言うと思うんですけど、ね、皆さん来週も9時から、私たちね水曜日からお引越ししてますので、はい、火曜日9時からまた見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあモロに最後に一言、はい、皆さん春ツアー待ってるよ。待ってます。ということで、以上ジャメラチンクエティでした。バイバーイ。